ただいまから森市長の定例記者会見を行います。進行につきましては幹事社にお願いいたします。幹事社の MBC の豊平です。よろしくお願いします、はい。では初めに森市長から発表事項について説明をお願いします。はい、皆様おはようございます。連日雨の日が続いておりまして、今月は例年の3倍に近い1200ミリを超える雨量を記録をしております。まあ、引き続き防災対策に万全を期してまいりたいと考えております。市民の皆様方にも災害に備えるとともに、不順な天候の中、体調管理にもご利用いただければというふうに思います。それで本日は6項目について発表をいたします。はじめに鹿児島マラソン2016について説明をいたします。来年の3月の6日に開催いたします鹿児島マラソン2016の大会要領要項を決定し、8月3日からランナーを募集をいたします。大会要項等は記載の通りでございますが、定員はマラソン1万人、ファンラン2000人とし、合わせて大会をお手伝いいただくボランティアも募集をいたします。そのほか関連イベントとしてランナー募集開始イベントやおはら祭りでの PR などを実施することといたしております。またこちらをご覧いただきたいと思います。こちらですね、ポスターが出来上がりました。まあ、鹿児島市内外へ配布をいたしまして、大会の PR を行ってまいりたいと思います。鹿児島マラソン2016を多くの皆様方の参加とご協力のもとで素晴らしい大会にしたいと考えております。ぜひランナーとして、またボランティアとして、たくさんの方々のご応募を期待をいたしているところでございます。次に乳児ロタウイルス予防接種費用の助成開始について説明をいたします。明日の7月1日から任意予防接種でありますロタウイルスワクチンの接種費用の一部を本市独自で助成をいたします。ロタウイルスは感染性胃腸炎の主な原因病原体の一つで、生後6ヶ月から2歳を中心に5歳までの間にほぼすべての子どもが感染をし、特に初めての感染時に重症化しやすいと言われております。接種回数、助成額などは記載の通りとなっております。この予防接種を多くの子どもさんたちに受けていただきまして、ロタウイルスによる感染性胃腸炎の重症化や合併症の防止に努めていただきたいと思います。次に明治維新150年関東団事業、イギリスへの青少年派遣についてを説明をいたします。この事業は明治維新150年関東団事業の取り組みの一環として、本年が薩摩藩英国留学生派遣から150年となることを記念いたしまして、鹿児島県や関係自治体とともに実施をするもので、7月19日から29日までの11日間、本市の青少年9名を含む19名がイギリスに派遣をされます。主な活動内容は、薩摩藩英国留学生にゆかりのあるロンドン大学等を訪問するほか、現地の青少年との意見交換などを行うことといたしております。なお派遣後は撮影文化祭などにおいてその成果を発表をしていただくことといたしております。次に交通局の新バス施設の供用開始について説明をいたします。交通局バス施設が現在の高麗町から新栄町および浜町に移転をし、10月1日から各施設の供用を開始をいたします。新たな住所などは記載の通りでございます。いずれの施設も市民生活に不可欠な公共交通機関としての役割を果たせるよう、現在全力で整備に取り組んでいるところでございます。次に鹿児島スティービューでの無料 Wi-Fi サービスの開始について説明をいたします。外国人観光客の利便性の向上や SNS 等を使った本市の魅力の情報発信につなげるために、明日7月1日から鹿児島スティービューにおいて乗車中にインターネットが利用できます無料 Wi-Fi サービスを開始をいたします。外国語の表記は4言語に対応しておりますので、より快適に本市の観光を楽しんでいただくことともに、外国人観光客の増加につなげてまいりたいと考えております。最後に2015夏のイベントを今回別冊にしてまとめて紹介をしております。夏休み期間中を中心に多くの観光イベント、各施設のイベントを開催いたしますので、
皆様方におかれましては報道等についてご協力をよろしくお願いいたします。発表項目については以上でございます。さて現在ユネスコ世界遺産委員会がドイツで開催をされておりますが、私も7月2日から参考いたします。これまで国や県関係自治体と連携をいたしまして、世界遺産への登録に向け全力を尽くしてまいりました。今回の世界遺産委員会で世界遺産に正式登録されるよう強く願っております。なお鹿児島ではパブリックビューイングを船外にて開催する予定ですので、ぜひご参考いただきまして、PR についてのご協力をよろしくお願いいたします。本日は以上でございます。ただいま森市長から発表がありました事項に関して質問がありましたら挙手をお願いします。なお市政一般その他の事項は後ほどお願いします。それでは挙手をお願いします。はい、NHK の小林と申します。はい、どうぞ。はい、昨日赴任したばかりで全く何もわからないんですが、はいはい、すみません、まず世界遺産登録についてパブリックビューイングをどこで開催されるとおっしゃったかということと、仙台園です。仙台園ですね。はい、あと現地ではどのような活動をされてるかっていうのをちょっと報告とか。現地にはですね、伊藤鹿児島県知事がこの世界遺産の登録の推進会の会長でございます、協議会のですね。だから政府の機関の方々と一緒に、私それそして長崎県の知事、長崎の市長、萩野市長、そして北九州の副市長とかですね、それを8県11市が関連しておりますので、そういう自治体の皆様方と一緒になって、最終的な登録の決定に向けた現地での、いろいろ活動があろうかと思いますので、その現地での活動に参加をして、そして、ぜひ登録をしていただくようにですね、全力を尽くしていきたいというふうに思います。はい、韓国との関係で少しぎくしゃくした部分もあったと思うんですが、それが一歩前進したような動きもあったと思うんですが、そういうした状況の中で期待といいますか、一言。そうですね、やはり一時は少し、この登録についてですね、危ぶまれるというか少し不安もありましたけれども、それぞれの国同士との、いろいろな協議の結果ですね、韓国の方でもこの推薦についてですね、協力をする、そういう考えが出てきましたので、我々の思いが今回のユネスコでの登録にもしっかりと通じていくんじゃないかなというふうに思っていますし、大いに期待をしていますね。はい、どうぞ。KTS の青木と申します。今の件に絡んでなんですけど、鹿児島市から市長と何人ぐらいのメンバーで行かれる予定ですか。担当の局長と担当者と、あとは、秘書ですね、4人ですね。で向こうに着いたらすぐ合流されてということですか。そうですね、県の方々と、それから他の関係自治体の方々と合流します。はい、ありがとうございます。すみません、続けてよろしいでしょうか。はい、いいですよ。鹿児島マラソン2016についてなんですけれども、はい、今日詳細が初めて示されたわけですけれども、改めて、あちらこちらでマラソンが行われている中で、鹿児島の差別化といいますか、そういったところをどんなふうに持っていこうという思いでいらっしゃるのか、改めてお願いします。はい、わかりました。鹿児島マラソン2016、県内外から多くの皆様方にお越しいただきたいという思いがいたしますし、またお迎えをいたしましてですね、やはり桜島とか錦江湾という世界に類例のない景観、また西郷隆盛像とか、また磯地区の歴史、また天文館とか起動時期緑化の町並みなど、本市の魅力というものがこのマラソンのコースに散りばれられておりますので、そういうのを体感をしていただいてですね、そして鹿児島ならではのそういう魅力をしっかりと体に植え付けていただいて、そしてまたマラソンを走破された後はですね、やっぱ鹿児島の食、温泉といった自然の恵み、これも他にはない素晴らしい私どもの特性だというふうに思ってますので、そういう鹿児島の特性を、さまざまな特性をですね、魅力を全国に発信をできればという思って、そういう思いで今回
開催をすることといたしました。鹿児島はやはり先ほど言いましたけれども歴史文化、そして雄大な自然から市内各地に湧き出る温泉とか、各地域にもない、素晴らしい、魅力を持った町並みですので、そういう町並みをマラソンを通してですね、しっかりと感じていただければというふうに思っています。他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。南大島の小崎です。はい、まあ、世界遺産のことなんですが、はい、まあ、結構登録される可能性が高くなってきたと思うんですが、はい、登録後鹿児島市としてどういったところにこう重点的に取り組んでいきたいとか、あとどういったところをまあ今課題として認識されているかっていうのを教えていただけないでしょうか。やはり世界文化遺産に登録されますと、世界的にこの施設の魅力が評価されているということですので、多くの国内外の方々が訪れてきていただくというふうに思っておりまして、それがまた交流人口の増にもつながっていくと、そういう大いなる期待もしてますし、それがまた町の活性化にもつながっていくというふうに思います。一方ではやはりそういう多くの方々が来られることでの町並みの形態とかですね、特に今交通渋滞とか交通アクセスとか、そういったものが課題ではないかなと思ってますし、またその遺産の保存、そしてまたその地域の皆様とのですね、連携協力、そういうものも今後はより一層高まっていくというふうに思っておりますので、そういう意味ではこれから世界文化遺産に登録をされた後もしっかりとした対応対策を取っていかなきゃいけないというふうに思いますね。ありがとうございます、はい、他にございませんでしょうか。それでは他になければ、次に市政一般その他の事項に関して質問がありましたらお願いします。はい、どうぞ。時事通信の織と申します、はい、総務省が今回その各自治体に勤務時間をこう早める朝方勤務について、市としての導入について現在のところどうお考えかお伺いできますか。はい、まあ、今のところ具体的にはですね、まだ検討は入っていませんけれども、今後、総務省からのいろいろな通知も来るだと、来ることが予想されますので、それに対してはですね、やはり、時差出勤等のをするしないということをですね、しっかりと検討していきたいというふうに思います。はい、どうぞ。南日本新聞社と言います、はい、交通局の蓬莱町用地の跡地、はい、跡地理論の話についてですけれども、昨日経済4団体が、はい、要望書を提出されました、はい、市としてもそれを受けての市長としてのですね、受け止め方と、それから今後ですね、例えばひょっとすれば、その経済4団体の方で、例えば、こういう、実際に提案者としてできると思いますので、応募することもできるのではないかと思いますので、今後、その募集に際してですね、そういうその地元経済界への要望等あれば、それもその2つを教えていただきたいんですけれども。はい、まず1点目、今大変厳しい交通局の経営状況にございますので、交通局側としてはですね、少しでも高く売却をしたいという思いはあろうかと思いますけれども、一方でやはり、地域、蓬莱町の地域、中心市街地のに少し外れてますけれども、やはり、町の今後の鹿児島市の町づくりの大きな、素材というか、そういう地域でもありますので、そういった意味ではですね、鹿児島市の町づくりに資するような、そういう施設がまた、そういう活用方法、そういうものも必要ではないかなと思っております。そういった意味では昨日経済4団体の皆様方の思いもその中に含まれていたんじゃないかなと思っております。また経済4団体の皆様方のその提案というもの、これも全く我々は受け入れることもできますので、もしそういう交通局跡地をですね、経済4団体って何
化をしたいということでありますので、ぜひ応募していただければというふうに思います。あと、すみません、はい、もう一つ、はい、まあ、他にもこういう地は何か所か各地にありますけれども、特にその高麗町の用地、まあ、特に広いところで、なおかつ、まあ、値段、土地の値段もまあかなり高いところにあるというのはあるんですけれども、まあ、市としてはですね、まあ、そのあち交通、高麗町の用地というのは、まあ、他の、公用地 と比較してですね、まあ、いわゆる特徴というか、どういうその、位置づけで考えておられるのかというのをちょっとお聞かせ願います。やはり今申し上げましたように、やっぱり中心市街地の、まあ、周辺地域に当たりますので、今中心市街地活性化基本計画というものを作っております。そういった中でのやはり、一体化的なものの活用にも、ぜひ、検討してほしいなというふうに思いますので、他の公用地とは少し、その地域性というか、そのまた価値性というか、その辺は違ってくるんじゃないかなというふうに思いますよね。他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。県のスーパーアリーの話なんですけど、はいはいはい、南日本新聞の配信です、はいはい、前回の会見でもお聞きしましたけども、はい、その後、まあ、動きといいますか、あれば教えてください。あともう一つ、まあ、知事の方で鹿児島市議会に対して、まあ、総意をまとめるのを待つというような発言もありましたけれども、まあ、それを受けて市長として、まあ、議会と何か調整したりとか、そういうのがあれば教えてください。はい、その後ですね、まあ、県との、まあ、協議そのものはまだ具体的にはしていませんけれども、やはり各種団体の皆様方からの要望等についてですね、私の方にもぜひ、スーパーアリーナについてはですね、大田本土地域に作ってほしいという、そういう思いを伝えて、来ていただいております。そしてその方々がまた直接、県の方にも要望されておりますし、私もどうも鹿児島市としてもですね、スーパーアリーナそのものを大田本土地域に作ってほしいという旨の文書等についてはもう以前も発送してますし、また県市健康会等も通じても県の方にお伝えをしております。あと市議会の総意ということで、まあ、知事が定例記者会見で総意とは、ということで言われましたけど、総意そのものはやはりスーパーアリーナ構想に対する鹿児島市議会の基本的な考え方のことだろうなというふうに私は思っております。まあ、市議会は市議会としてですね、やはり思いがあろうかと思いますので、そのことをまた市議会として、まあ、知事の方にもお伝えをしたということも伺っております。まあ、鹿児島市としてはですね、やはり市の方針としては、やはりウォーターフロント地域に作ってほしいと、スーパーアリーナ構想をしっかりとしてほしいということは、もうこれまでと同様であります。他にございませんでしょうか。よろしいですか。それでは広報課長にお返しします。はい、次回の開催につきましては幹事社と相談の上後日連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは以上で森市長の定例記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。